して踊ってきた顔もあります。上映の顔もあります。新たな要求に広がりました12年選手。さあそれでは参りましょう。ポーズダウン。
勝杯と表彰状、そしてゴールドメダルが贈られます。さらにウィナーズキャップが贈られます。おめでとう。拍手を出して株式会社明治様よりご栄光といたます。ビーダス株式会社様よりご栄光といたします。株式会社シンクリットス様よりゴールドジムプロテイン、株式会社健康体力研究所様よりプロテイン、さらにコンプライアンス様より可変式ダンベル目録、アズリム様よりトレーニングベルト、ボディカラーリングサロンビーナス様よりカラーリング無料チケットが贈呈されます。2位3位の選手には明治ザバス様、リーナス様よりプロテインが、1位から6位の選手には株式会社 RON 様よりジェミニフソックス、さらに1位から12位の選手にはアズリム様よりリストラップが贈られます。やらぬ中ではございますが、まだですね、表彰がございます。まずですね、男子の部でもベストアーティスティック賞がございます。鍛え上げられた体を芸術性高く、よりアーティスティックに表現していただいた選手に贈られる賞です。それでは発表させていただきます。本年のベストアーティスティック賞はエントリーナンバー66番島田啓太選手に決定いたしました。島田選手、
それでは皆さん目の前にはトップ3の選手がですねいると思いますが、どうでしょう、ポージングの方はラッツスプレッドでいきましょうか。ラッツスプレッドです。さあ皆さんどうぞ、仕事セッションのお時間です。皆様よろしいでしょうか。はい、それではですね、優勝されました木澤選手を残して2位の柴田選手、3位の刈川選手にはここでご退場いただきます。刈川君おめでとう。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。それでは優勝されました木澤大輔選手によるフォトセッションのお時間です。もう少々お付き合いください。ありがとうございます。第70回日本男子ボディービル選手権大会、優勝はエントリーナンバー72番木澤大輔選手に決定いたしました。本年度の男子チャンピオン、そして女子チャンピオン2名ですね、舞台にご登場いただきたいと思いますので、女子の方ですね、優勝されました小木島純子選手、入場お願いいたします。大きな拍手でお客さん再びご登場いただきました、小木島純子選手です。さあ2024年男女のチャンピオンがここに出揃いました。それではね、まずはこの優勝2名によるフォトセッションのお時間させていただきたいと思います。お二人ですね、各々でポージング、どちらもですね、会場に向かってですね、ポージングをお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。まだサイドチェストばっかりやね。はい、すいません、サイドチェスト、ありがとうございます。さあ、会場の皆様、豪華な写真ですね、豪華な時間になっております。さあ、どの写真の方をお願いいたします。どうでしょうか、じゃあもう2ポーズぐらいいきましょうかね。もう2ポーズぐらいお願いしたいと思います。ダブルバイセプスです。よろしいでしょうか。さあそれではもう1ポーズお願いしてよろしいでしょうか。チャンピオンによるマスキュラー、そして木澤選手の貫禄のマスキュラーです。ダブルマスキュラー、大きな拍手をお送りください。ご利用いただきましてありがとうございました。もう少々お付き合いください。ここですね、スポンサー様とのお写真撮影のお時間です。まず、株式会社シックフィットネス様、今回ですね、各カテゴリー優勝者にゴールジムプロテインをご協賛いただきました。シックフィットネス様との写真撮影のお時間です。それでは会場に向かってお願いいたします。よろしかったでしょうか。ありがとうございました。シンクリングネス様でした。今後ともよろしくお願いいたします。ご協賛ありがとうございました。さあ続きまして、アズリブ様、今回ですね、カテゴリー優勝者お二人にですね、トレーニングベルトのですね、ご協賛、あとですね、リストラップですね、各カテゴリー12位と、ファイナリスト12名にリストラップの副賞、優勝者にベルトの副賞を送っていただきました。アズリブ様お願いいたします。よろしかったでしょうか。ありがとうございます。アズリブ様ありがとうございました。今回はご協賛いただきましてありがとうございました。さあ次が最後になります。コンプライアンス様ですね、今回、お二人各カテゴリー優勝者に可変式ダンベルの副賞、今回ですね、パネルを持ってですね、の写真になります。はい、よろしかったでしょうか。ありがとうございました。それではお二人もう少々お付き合いください。ここから閉会宣言に移らせていただきます。それでは閉会宣言を
純大阪ボディービルフィットネス連盟理事長お願いいたします。まず観客の皆様、そして、関係者の皆様、そして選手の皆様、本当に長時間ありがとうございました。そして熱い戦いを、見守っていただいた観客の皆様も選手の皆様も本当にありがとうございました。こんな私の話を聞くよりもお二人のチャンピオンの生の声を今聞いていただく方がいいかと思いまして、突然の無茶ぶりインタビューです。無事に2連覇をすることができて、とても嬉しいです。大歓声の中で、素晴らしい、舞台を作ってくださって、こんな機会を与えてくださいまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。どうも皆様ありがとうございました。そしてもう一人、木澤大輔選手、よろしくお願いします。自分の取りになりますが、今大会で、引退を決めて、挑みました。SNS 等で発信しているので、応援してきていただける方は結構それを知って、会場に足を運んでいただいた方も多いと思います。本当にありがとうございます。思い返せば29歳で、18歳でデビューしたんですけど、29歳で初めてこの日本選手権に出て、そこから20回連続ですね、今年で20年連続、挑戦しました。お前こそはやっぱり負け続けたからこそ、今の自分があると思います。で最後の最後の日に、こんな、本当に、ちょっとこう、今日ライトが強くてお客さんの顔が見えないんですけど、こんないい景色が待ってると本当に思いもしなかったです。長く続けて本当に良かったなと思いますね。本当に皆さんありがとうございました。日本男子ボディービル選手権、日本女子フィジック選手権を終了いたします。お二人の選手にもう一度拍手をお願いします。ありがとうございました。リベの選手、ここでご退場いただきます。改めまして大きな拍手でお送りください。素晴らしい戦いを繰り広げてくれました。今のチャンピオンに大阪秘書さんをお願いいたします。ありがとうございました。以上